はい、どうもシャロンです。皆さん、一撃マスター、連撃マスターの陰で話題になっているカードをご存知でしょうか？それがですね、このカビゴンのカードなんですよ。これがね、一部でね、かなり話題になってまして、なんとね、インターネット上ではコロコロ一番のプロモカードなのにもかかわらず、ね、雑誌についてくるカードなんですよ。なんですけれども、なんか1700円前後とかで取引されているみたいで、ちょっとね、異常事態が起きているわけですよ。このね、トレーナーズウェブサイトでね、カビゴンスタンダードで検索しても出てこないようなカードがですよ。で、まあ、ちなみにね、この月刊コロコロ一番っていうのが、税込みで1150円の雑誌になってまして、そこのね、付録のカードが、1700円前後で取引されているって、ちょっとね、なんかおかしいですよね、計算が。でね、その話題になってるこのカビゴンについてね、シャロン個人のね、感想だったりとか考察をね、していきたいと思います。でね、このカビゴンなんですけれども、まずなんで注目されているかっていうと、まあ強いと、巷で噂になっているわけですよ。でね、まあ性能を見ていくと、まあ HP が140で、技が2エネで張り手30。で、3エネで一撃タックル120で反動の30ダメージがありますよと。まあね、結構ね、普通の性能なんですけど、ポイントが一撃のポケモンなんですよね、このポケモンは。なので、各一撃のサポートを受けられるっていうところで、まあこれがヘルガーの特性で一撃エネルギーをどんどん加速していって、サブアタッカーみたいな感じで、一撃エネルギーのね、補正を乗せて戦っていけるんじゃないかっていう風に話題になってるんですよ。でね、これについてなんですけど、もう個人的にはちょっと全然わからなくて、意思変人でよくねっていう感じなんですよね。で、まあ、この意思変人の性能を見てほしいんですけど、まあ、このポケモンもね、2エネで30ダメージで、しかもスタジアムがあったらね、加点で30ダメージつけれるっていうね、能力がありますと。で、まあ、一撃のデッキって結構悪の塔っていうね、強力なスタジアムもありますので、結構このね、追加効果乗せやすいですよね。で、3エネで120の技も同様に持ってまして、これはね、次のターン、使えないっていうデメリットはありますけど、反動がないんですよ。で、ね、基本的にね、HP が130、140前後のポケモンなんて、一回攻撃したら今の環境ね、開始に大体倒されちゃうんですよ。なので、別に次のターン攻撃は打てないっていう制約はなんかそこまで痛くないですし、しかもね、まあ、カビゴンって反動で30ダメージ受けちゃうんで、意思変人よりもね、HP が10高いっていうね、メリットもね、まあ、合ってないようなものなんですよ。で、まあ、強いて言うなら、一つ目がムキムキパッドをつけれるという点ですね。で、ムキムキパッドで HP が190になって、まあ、それなら反動を食らっても160っていうことでね。まあ、結構相手のポケモンの攻撃耐えれる可能性が出てくるんですけれども、まあ、それでも、わざわざカビゴンにね、エネルギー張ってムキムキパッドつけて戦うかっていう話なわけですよ。で、まあ、さらに、もう一個利点としては、カビゴンパワフル無色エネルギーにも対応してるっていうところで、パワフル無色エネルギーと一撃エネルギーを使ってね、めちゃくちゃ火力の高いカビゴンを生み出すっていうことができるんですよ。で、なんですけど、このカビゴンっていうね、まあこの HP140 ポッチしかないポケモンに、そんな一生懸命パワフル無色エネルギーを手張りして戦うかっていうところなんですよ。で、まあ、という部分で、個人的にはこのカビゴンっていうカードが、そんなね、雑誌の定価をね、大きく上回るほどに、実際のね、対戦環境で強いかって言われると、そこまで強くないと思うんですよ。もちろんね、今後なんか研究が進んで、このカビゴンじゃないとね、いけないような環境とかが来るかもしれないですよ。で、まあ、そういった時にね、性能が見直されて活躍するってことはね、もちろんあると思うんですけれども、まあ、現状はね、まあ、その代わりのポケモンもいますし、まあ、そこまでこのカビゴンじゃないといけないっていう場面がね、あまりあるとは思えないので、性能面でカビゴンが評価されていて価値がついているっていうのは、ちょっと個人的には現状の値段は不適切かなとは思いますね。で、ただ、カビゴンって、まあ、初代のポケモンっていうこともあって結構人気なんですよね。で、まあ、このコロコロ一番っていう雑誌も、まあ、そこまでめちゃくちゃメジャーな雑誌でも、なさそうなので、ちょっと手に入りづらいという点で、単純にね、カビゴンのキャラクターとしての人気から、この価格になっているということであれば、全然納得はできるんですけれども、まあ、ちょっとね、性能面で強いみたいな風潮があったみたいで、ちょっと個人的にはそれは違うんじゃないかなっていう風な形でね、今回、自分の考えを動画にさせていただきました。というわけでね、まあ、短い動画になったんですけれども、個人的には、性能的にカビゴンをね、持っとけとは思いませんね。ただ、カビゴンが好きな人だったりとか、初代のポケモンがね、好きだよっていう人とか、プロモカードコレクションしてるよっていう人は、まあ、手に入れておいた方がいいんじゃないでしょうか。やっぱりね、このコロコロ一番1月21日に発売したものなんですけれども、今ならね、まだ全然手に入ると思うんですが、もう来月とかになってくるとね、なかなか手に入りづらくなると思うのでね、確保しておくのは、早い方がいいと思います。というわけで、今回の動画は以上になります。見てくださった方ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。